日本マイクロソフトの樋口と申します。僕は同じ会社の同期だったんですけども、中国で北京研修だったんですけど、2年目はラスベガスとか行って、最初は突撃訪問者なんですよね。どうも、仙台エリーメンバーのキーです。本日はマイクロソフトの社員の方にお越しいただいて、社員訪問という形で様々な質問をさせていただきたいと思います。専修大学3年仙台エリーメンバーの星翔と申します。実は先ほど僕面接受けてたんで、ぜひマイクロソフトガチ面接動画見てみてください。では樋口さん、自己紹介お願いします。はい、日本マイクロソフトの樋口と申します。今はマイクロソフトで Azure っていうクラウド製品ですねのプロダクトマーケティングを担当しております。マイクロソフトで働きながら、別ですね、学生主体のマーケティングコンサルティングのですね、会社の方も経営させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。ではまず最初に樋口様がどのような経緯でマイクロソフトに入社をされて、そもそもどのような就活軸を持っていたのかについて教えていただきたいです。軸はなんとなく3つぐらいあったんじゃないかなと思っていて、1つは企業のビジョンが、そこに対して自分もこう共感できるというか寄り添えるのかなっていうところはまず1個大きなところでしたね。あとはその企業に成長意欲というか、企業自体どんどん伸びていく、成長していく、学んでいく姿勢みたいなのがこうカルチャーとして根付いているのかっていうのが2つ目。3つ目はデータですね。特に僕はデータ活用とかデータ分析みたいな領域で、日本全体のデータ活用の促進みたいなところに自分自身がそこに携わることができるのかっていう、まあそういう軸を持って就職活動をしてました。学生時代は3年生でアメリカのシアトルに1年間留学をしました。でその時にマイクロソフトの本社がシアトルにあるので、まあそこの社員さんと一緒にこういろんなプロジェクトやったりとか、事業の立ち上げを行ったりとかみたいなところをやっていました。でそこで立ち上げたのが、今も続いてるんですけど、データ分析の学生主体のコンサルティングチームみたいなのを作って、現地の企業さんの小売店舗みたいなところで持ってるデータを自分たちは分析して、それをこういうふうにした方がいいですよとかっていうようなコンサルをするみたいなのを立ち上げて、まあデータがそこで初めて面白いなっていうふうにすごく思って、そういうのを携えるような企業に入りたいなっていうふうにも強く思ったのが、そこがきっかけでしたね。樋口さんがどのようにして、まあ、マイクロソフト社から内定いただいたのかっていうところをお聞きしたいです。大きな要因としては、シアトルに留学した時にマイクロソフトの本社とのやっぱ関わりがすごく強かった。でそこでやっぱりマイクロソフトがどういう会社かとか、何に今挑戦してるのかっていうのは、現地の働いてる人とかとも関わる機会があって、やっぱりそういうところでカルチャー面の理解とか、会社のその急激に達成したいビジョンっていうところはすごく深く理解できたので、そこはすごく大きな要因なんじゃないかなっていうふうに思っては。います。マイクロソフト社とシアトルで関わるっていうのがどういう経緯で関わっていったんですか？最初は突撃訪問者なんですよね、マイクロソフトの社員の人に。Facebook メッセンジャーで、石坂さんっていう他の動画にも出てらっしゃる方ですけども、一回話してみたいと思ってますっていうので、パッと送ったら、まあ、向こうが受けてくれたんで、その人とつながって、まあ、そこからいろいろ横につながっていって、いろいろそこからつながりが広がっていったっていう感じですね。マイクロソフトって個人の単位で何をやってるかがあまり想像できなくて、樋口さんの日常の具体的な業務内容について教えていただけますか？はい、私が今所属しているのはマーケティング&オペレーションズっていう、まあ、マーケティングであったりとかビジネスオペレーションのところを統括するような部署があって、その中にあるマイクロソフト Azure っていうようなクラウドサービスのマーケティングを担当するチームにいます。その中でもデータとか AI みたいなところですねのマーケティングを今は担当しています。結構部署を超えて他のプロダクトの方とお話しする機会も結構あるんですか？そうですね、ありますね。社長が変わってから横の連携とか、マイクロソフト全体としてこう攻めていくかっていうような方向性になったので、そこからやっぱりすごく横とのつながりだったりとか、製品間連携とか部署間連携とかっていうのはすごく生まれてきた、まあ、だいぶそこでカルチャーが変わったなっていうふうに思います。日本支社と現地のアメリカの本社で関わることあるんですか？関わることありますね。めっちゃ多いですね。週 2,3 日は絶対ミーティング入ってたりもしますね。これは部署によると思います。今私が働いているマーケティングのチームの方だと、やっぱりまず本社側にグローバル全体のマーケティングを見ているような機能があるので、まあ、そこと他の国ではどういうところがうまくいってるのとかっていうような情報交換をしたりであるとか、本社の方の営業戦略のチームからレビューとかが月1回とか入ったりするんで、そういう時はやっぱり向こうの人たちに対してプレゼンテーションしなきゃいけないとかってことはありますね。英語ですよね。やっぱ向こうの人たちと話す時は英語ですね。
樋口さんが仕事をしていて、やりがいに感じる瞬間ってありますか？やりがいに感じる瞬間はやっぱり一お客様から始まるかなと思っていて、特に私が今見てる Azure っていうのは表には出てこない。でも普段日常で生活してたら、まあ実はありとあらゆるところで使われていて、でそれが普通にこう基盤として入っているっていうところを見ると、本当に社会を支えてるんだなっていうのを感じた時に頑張らなきゃいけないなっていうふうにはすごく思いますね。先ほど発表するときに英語使われるっておっしゃってたじゃないですか、はい、どれくらい英語って使われるんですか？割合的にはでも 2,3 割ぐらいが英語の感覚ですね。例えば日本人同士でも今年1年間のマーケティングのプランを作りますね、あの時の資料とか全部英語ですね。っていうのはやっぱり日本の支社の中にも日本語がわからない人とかいたりする、上司とか例えば向こうの人だったりとかっていうパターンもあるので、基本は社内資料は英語が多かったりはしますね。会話でも結構英語を使うことってありますか？そうですね、本社の人たちとレビューするときとか意見交換するときとかっていうのは全部基本的に英語での会話ですね。やっぱりそうなってくるとトイック何点以上じゃないと入れないみたいな足切りとかってあるんですか？足切りはないと思います。ただ総合的にやっぱり入ってくる皆さんの英語力は高いんだろうなっていうふうには思いますね。自分で学んでいく力とか自分で学ぶ意欲があればなんとかこうキャッチアップしながらやれるみたいなところは実際あったりはします。1年目にどういう仕事をして、まあ、どういうふうに働いていたかなっていうのをお聞きしたくて、樋口さんは最初からもうマーケティングに携わっていたんですか？入った部署は違ったんですよね。私も社長室っていうようなところが当時はあって、経営戦略室みたいなところに最初は入社したんですよね。ただすごくベテランな方が多い部署です。初めて新卒採用しましたみたいな部署だったんですよ。なんかやんなきゃいけないけど何からやればいいんだろう状態から始まったんですけど、まあ当時はいわゆる事業開発とかビジネス開発みたいなところを担当されてる方がいて、まあそこの方のメンターについてもらって、一緒にその AI のコミュニティとかコミュニティのマーケティングとか事業開発とかスタートアップの協業とかみたいな、そういうところを支援するような仕事を最初はやらせていただいてました、ね、でそれが多分1年弱ぐらいやらせていただいた後に、今の Azure のマーケティングチームから声かかって Azure のマーケティングチームの方に移動したっていうような流れですね。マーケティングチームから声がかかるって、それなんか見てくれてる人がいるってことですか？何もしないとやっぱり声かからないんですけど、マーケティングチームのトップの人とかと当時は話してたりとか、 AI のコミュニティとかやってたんで、その立場から見ると Azure こういう風にマーケティングした方がいいんじゃないですかみたいなディスカッションが結構してたんですね。そういうところもあって、興味があるんだったらうちに来ないみたいな形で、そのままマーケティングチームの方に移させていただいたみたいな形でしたね。ぶっちゃけなんですけど、マイクロソフト辞めたいなって思う時とかってありますか？ぶっちゃけ辞めたいって思ったことはないです、まだ3年間の中で。ただ定期的にやっぱり自分のキャリアと照らし合わせて、これ今本当にやりたいことなんだっけとか、これやってていいんだっけみたいなところは振り返るやっぱり機会があるんですよね。四半期に1回そういう、こう振り返りをする機会があって、でそこで必ずやっぱ考えるようにはしてますね。ぶっちゃけ他の部署とか、まあ、マイクロソフト外の人とかとも話を聞きに行ったことはもちろんありますけども、でもまあやっぱり最終的に戻ってきて、やっぱ今の会社が環境的にも素晴らしいし、やりたいことが一番できるのは総合的に考えたら今だなっていうふうに落ち着いてずっと来てます、ね、これ聞いていいのかなって質問なんですけど、ぶっちゃけ年収っていくらですかね？僕は同じ会社の同期だったんですけども、中国で北京研修あったんですけど、2年目はラスベガスとか行って。福利厚生ってどんな感じなんですか？福利厚生あんまり